それではご披露いたします。じゃじゃーん、かなたちゃんお手製の和菓子です。すごく綺麗。ほんとね、まるで宝石みたい。この透明感、そしてこのツヤ、どうやって作ったんですか？まあまあ、細かいことは後にして、まずは食べてみてよ。そうだね、それじゃあいただきます。あらしょう、おいしい。見た目だけじゃなくて味も素晴らしいわ。つるりとしていて喉越しもいいわね。この前とは全然違うね。あんこを使ってないみたいだけど、これも和菓子なの？うん、材料はザラメ糖と寒天。寒天っていうのは海藻のことだよ。これが海藻？嘘でしょ。見た目も味も本当に素晴らしいです。でもそれだけじゃありません。この和菓子には何か特別なものを感じます。ほんとね、なんだか秋そのものを味わってるみたいでしょう。夕日を浴びて燃えるようなもみじの色を再現してみたんだ。あの山での経験を生かして作ったんだよ。何言ってるの、かなた。僕たちは日が高いうちに山を降りたでしょ。夕暮れは見てないじゃないか。それだ、かなたちゃんは夢の中で見たんだな。とっても綺麗だったな。なんだかこの世のものとは思えない風景だったんだよね。もしかしたら山の神様が見せてくれたのかも。ほら見なさい、これぞ山の神様のご利益よ。やっぱりパワースポットの力は偉大よね。そんな非科学的な話あるのかな。そういう不思議なところもこのお菓子に秘められた魅力の一つなのかもしれないね。みんなには本当に感謝だよ。この最高の和菓子を作ることができたのは山の神様のご利益だけじゃない。ここにみんなとの思い出が詰まってるから特別になったんだよ。だから感謝感謝なのです。ありがとね、みんな。